どうもこんにちは、ミータングです。サマーニット帽の続きを編んでいきたいと思います。私今絶賛引っ越し準備中でですね、全然編めなくて、ここ本当はね21センチとか2センチまで編む予定なんですが、ちょっと早くね続きの動画を作りたいと思って、リクエストもいただいたので、先にこっちまだ短いんですが、閉じ方を説明したいと思います。はい、今ちょうど、1段が終わったところ、何段目か分かんないんですが、1周終わったところで止めてます。でですね、マーカーを12個用意します。私引っ越しで箱にもマーカーを詰めてしまったことが今判明したので、クリップを使ってマークをしていきたいと思います。で全部で12箇所にしたいので、ここがどうしようかな、こうちょっとずらそうかな、ちょっとだけずらして、まず端っこと端っこにマーカーをします。何でもいいんですね、マーカーはね。はい、マーカーをつけました。で反対側もつけます。傷つけないようにしたいですね。そしたら真ん中、ちょうど真ん中ぐらいのところに、だいたいちょうど真ん中ぐらい、で反対側も真ん中ぐらいのところをね、アバウトですがつけます。そしてこの間、こことここの間に2箇所つけていきます。で反対側もこれは安全ピンでもいいですね。そしたらこのマークをつけたあたりで減らし目をしていきます。でここからはこれを繰り返していきます。こんなになっちゃった。ここからはですね、12目減らし続けていくっていう感じです。減らせなくなるまでやっていくって感じです。クリップのところが来たので、マーカーのところが来たので、今回ちょっとつけたままいこうかな。減らし目はかぎ針に糸引っ掛けて長編みを途中まで1回編みます。ここまで編んだらもう1回糸を引っ掛けて、次の目にかぎ針を持っていって持ってきます。そして2本だけ引き抜いて、でこの残り3本になったところを一辺に引き抜きます。これで2目が1目になりました。で鎖編み1回、そして普通にまた編む。またマーカーが来たので減らし目をします。
でまたマーカーが来たので減らし目減らし目こんな感じでマーカーのところで減らし目をして一周ぐるっと編んでいきます。はい、一周できました。ちょっとだけくぼんだかなあのちっちゃくなったかな。同じようにこのクリップがあるところの上あたりで減らし目をしていきます。減らし目をしてるので、多分分かりますのでこのままつけておきたいと思います。どうしてもあの見逃しそうとかっていう方はもう一回つけここにマーカーをつけ直すといいと思います。ただめんどくさいので私はそのまま、ざっくり編んでいきます。こうやって、ここで減らし目になってますね。マーカーもついてて、なのでこことここで減らし目をしていきます。こことここで減らし目をします。ここに間違えても入れないようにしてくださいね。ここは減らし目をしてますので飛ばします。はい、でこんな感じでまた1周12回減らし目をしながら編んでいきます。はい、1周できました。ちょっとこうちっちゃくなってきてますね。これを永遠に続けていきます。でちょっとこう減らし目と減らし目の間がくっついてきたりとかするんですけど、その辺は臨機応変にこうずらしていって12目ずつ減らしていきます。で最後糸を閉じます。なのでどんどん編んでいきたいと思います。次の段、はい、最後ですね、13目ぐらい減らし目しました。でここまで来たのでこんな感じになったので、これでもうくくっていきたいと思います。くくる最後ね、閉じてもう編むのをやめて、閉じていきたいと思います。で、長めに糸処理をするので長めにカットして、で閉じ針をこれは細いのでいってみようかな。はい、一目ずつくくっていこうかな。ここでね、ちょうど長編みの頭ぐらいで、通していきたいな。こういう感じ。はい、ジグザグと。
キュッとして、このちょっとギュッてなった感じも可愛いです。こんな感じ、絞った感じで、ここで糸処理をします。ちょっとギューッとした状態で違うところから刺して、崩れないように、あ、ほどけないように何度か刺していきます。で、気が済むまでやったら、あとは糸処理をして完成になります。あ、クリップ取りますよね。取らないといけません。はい、ということで、こんな感じで説明は終わりにしようと思います。これでも一応帽子としては短いけどね、もっとゆったりとクシュッとした感じにしたいので、私はちょっともう一回解いてやり直しますが、こんな感じで完成です。ぜひ編んでみてください。ミータングでした。じゃあねー、バイバイ。